週気づいたこと。ドリンクバーのルールは難しい。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。ドリンクバーってのは新しいもんだからね、日本の法律がまだついてってない。あのドリンクバーなんていうものができることを想定して日本の法整備がまだ全然できてないんですよね。まあ古い文献を紐解きますとね、まあ、我々の前に姿をドリンクバーが姿を現したのは、まあ、ここ10年ぐらいですけども、あの古い文献では養老の滝っていうドリンクバーが氷炭を持っていくといくらでもお酒を入れていいっていうのがまああったらしいんですけど、その後しばらく絵巻物では確認されてんですけども、あ日本最古の、まあ、世界最古のドリンクバーだったって言われてんですけど、まあその後しばらく姿を消していました。養老の滝が枯れた後はですね、ドリンクバーっていうものが最初見たのどこかな。俺ね、まああんまりこう全国的に有名ではない、チェーン店で大変申し訳ないんですけど、ビクトリアステーションっていうステーキ屋さんが今あるかな、俺がよく行ったとこはなくなったんだけど、ビクトリアステーションって割とリーズナブルな価格でステーキが食べられるみたいな、そのお店にサラダバーとドリンクバーっていうのができたとね。でそれができますよみたいな広告を見て、ちょっとエロいもんだと思った記憶が。サラダバーなんかもう大事なとこがカリフラワーで隠れてる。カリフラワーをどかすのだ、どかさないでんな感じのドリンクバーも、ちょうどカウンターの向こうに女の人がいるんですよ。でで、まあ多分ちょっとこう踏み台みたいなものの上に立ってんじゃないかな。だからカウンターの上はだいたいこう膝上ぐらいから見えてて、それでパンツを履いてないで、その前にゆうたろうがこう小道具で持ってくるようなでっかいグラスあんじゃん。あそこにドリンクがなみなみ注がれてて、飲むとちょっとずつ見えるようになっちゃうみたいのができんだと思って。でビクトリアステーションっつったらそらさ、そのファミリーで行くとこなのにそんなのできんのって思ったのが、まあその僕のまあ、第二次その養老の滝枯れた後第二次のドリンクバーの起こり始まりだった気がするんですけど、まあ法整備があんまできてないなということを思う。例えばですよね、こんな当たり前のことも分かんないやからもいるんですけど、喫茶店行くじゃんね、喫茶店行ってポッケから缶コーヒー、買ってきた缶コーヒー出して飲んじゃダメじゃん、絶対絶対ダメ。それは他の食べ物サンドイッチ注文してしてたとしてもダメじゃん、だって売ってんだからそこでコーヒーね。でじゃあコーヒーは注文しました、そこでまあ250円なりかなんか、まあ300円なりのコーヒーを飲みました。で2杯目はじゃあポッケから出した缶コーヒー、これもダメじゃん、だってそこでもう一杯買う、その買えるのに持ち込みのやつダメじゃん。それは僕もわかるんですけど、これはモラルとかマナーとかを全然別にしてですよ、モラルとかマナーを全く別にしてドリンクバーを頼みましたね。一杯も飲まないでお金払いますよ、ポケットの中のその買ってきた缶コーヒーをグラスに注いで飲むのはどうですか。あのね、これはね、小学校3年生の時にへりくつお化けと言われてね、クラスから孤立したね、ことで言うとかなりそのキャリアも長いんで、僕もへりくつお化け、そして孤立のキャリアも長いんで、当たり前ですよ、ダメなのは当たり前、そんな失礼な話ないのは当たり前ですけど、ただ
お店からしてみたらドリンクバーのお金はもらってるわけじゃない。100杯飲んでも1000杯飲んでもあとはお店のドリンクが減るだけでお店の儲けはこれ以上増えないわけじゃないですか。それを勝手にてめえの自前のお金でその店の在庫のドリンクを減らさずにお前の腹が満たされていくんならそれは勝手にすればこっちむしろ得だしっていう考え方もあるよ。あとあの前こう、この番組メールでも来てましたけどこのやからもいるんですけどドリンクバーを悪いけど持ってきてくれるっていう店の店員の人にやからが、あれもアウトじゃない、あれはもうアウトですよ。だってなんかドリンクバーっていうのはどういう契約だと、どういうシステムでお店の儲けが出るのかっていうのを考えたらこれはねまだあのドリンクバー法自体はまだね、あの DB 法の方はまだ整備されて、まあアメリカはもう相当あると思うんですけどDB 法の方がまだ日本には来てませんけど、さ今までのその経済のその概念とか商法の概念でなんとか裁ける部分だと思うんですけど、金曜日にね野球をやったんですよ。それで、最終回に4点差ついてたんで勝ってたんで、リーグ戦終わって今トーナメント戦をやってるんですけど、その1回戦で、4点差ついてたんで勝ってたんで、じゃあ俺最終回投げたいって言ったら、まああれよあれよという間に満塁になりまして、デッドボール2つとフォアボール1つで、で、満塁になりまして、でなんとかかんとかツーアウト取りまして、ツーアウト満塁で4番バッターを迎えまして、ものすごい当たりを打たれまして、でそれはセンターが大ファインプレーをして終わったんです。で機嫌が良くなったんで、じゃあみんなでサイゼリアに行こう、サイゼローゼ、サイゼランデかっつってサイゼっちゃおうかって言ったら、まあ若手の芸人たちもまあサイゼリ食わぬは男の恥とばかりですよスウェーデンとサイゼリア合ってねえよ全然で、それで若手芸人を連れてサイゼリア行って、それでみんなで女性自身の柴田と美園の記事を見ながらゲラゲラ笑いながらバカじゃねえのあいつみたいなね、しんすけさんにすげえ怒られちゃえばいいじゃんと思いながら、なんかこうしんすけさんファミリーのなんかこうにちょっと泥を塗った感じになっちゃえばいいのにあいつって言いながらみんなでゲラゲラこう笑って、それでその後じゃあそのみんなの感情を俺先出なきゃいけないから、先出なきゃいけないとか巻きちゃったからこれ以上いると無尽蔵にマイカのパプリカソースを食っちゃうから俺この世のイカが絶滅するまで、あとキャベツのピクルス食っちゃうから、じゃあ俺ちょっと先出るわっつって、周りでちょっと写真撮ってくるわっつって、それでお金払って、でしたら一応さお笑いの若手と先輩でさ、たとえファミレスです、ファミレスでもですよ、そのあれごちそうさましたっていうレジのところごちそうさましたっつって、その表まで見送るみたいな、まあ、システムがあるんですけど、でどうもねっつって表出て、でごめんちょっと一旦ドリンクバーのこと忘れてもらって、全然違うもったいない話があるからこの先にこの日に両方起きちゃったんだ、写真撮ってたの、した写真撮り始めて5分ぐらいでものすごいうんこしたくなってきて、すっごいもうびっくりするぐらい、誰かが俺の大腸の中に他人が俺のうんこを今詰めたんじゃねえかみたいな、エスパーマミがジンタンがビーンって出るやつで、てめえの大腸の中のうんこを俺の中にテレポートさせたんじゃねえかっていう、まあ、エスパーマミのその特殊能力がどれぐらい皆さんがご存知なのかわかりませんけど、まあ、エスパーマミはその昔おトイレに行きたくてしょうがない時に自分の膀胱に向けて膀胱の中の尿を高畑君に送り込んだことありますから、で高畑君におしっこ行かした実績があるんで、多分うんこもあいつできますっていうことかなのなんですけど、まあそういうことですっごいうんこしたくなって、でその時その一緒に野球もやってます高専の渡辺君と大正30人と若手芸人と一緒にこう写真撮ったり散歩してたんですけど、まあまあ口々になんでそのサイゼリアで行っとかねえんだっつってね、しょうがねえやな、急にすごいその
うんこしたくなったんだもん。俺だって写真撮ろうとか、その楽しいことが待ってたり、写真撮るのに夢中になったら、俺うんこがしたくなってるのは分からないんだもん。41歳とかじゃない、いつまでも少年の肛門を持ってるから俺少年の肛門を持ってる、もう無垢な肛門を持ってるから、なんつうの、赤ちゃんみたいにスベスベの肛門だから俺赤ちゃんもそうじゃん、ちょっと夢中になってうんこしたいの分かんない、ああいうことですよね。若さに満ち溢れたその肛門を持ってますから、そして、もうボロボロの肛門活躍金を持ってますから、だからもうやばいわけですよ、そのうんこがしたいことが。これでやばいやばいって話しながら歩いてたんだけど、その写真撮る時っていうのは割と路地裏みたいなところをすごいこう歩いてますから、コンビニとかもないんですよ全然、その公園とかも全然ないんですよ。でそのうちものすごいうんこしたくなってきて、そしたら前の方にその、そうね、100メートルぐらい前のところに AM、PM の看板が見えるわけ。これで、すぐ横に、もうなんつうの、これ何？こじゃれたギャラリーなの？喫茶店なの？みたいな。なんかこう、見た目のメインはほぼギャラリーみたいな。なんかコンクリート打ちっぱなしの周りに棚がいっぱいあって、そこになんか、芸術なの？わかんないけど、そういうのがいっぱい手作りの粘土細工かなんかこうやって置いてあったりするようなところで、でもその中央にある 4人掛けのテーブル4個ぐらいはどうもこう喫茶店っぽいなみたいなのがあって、これでこれどれが一番安全なんだ、 100m 先の AMPM でトイレを貸してくれる保証があるかどうかっていう、コンビニによってはないのもあるじゃないですか。それとあと 100m この俺のやんちゃな直腸がですよ、やんちゃな直腸と、まあなんつうの、ことなかれ主義の肛門活躍金が 100m 俺に 100m 保証してくれるっていう怖さと、あと入った時にそこがこうギャラリーだったとしてもトイレがあればいい。でも得体が知れないわけ、そのギャラリーなのかギャラリーじゃないのか、喫茶店なのか喫茶店じゃないのか、得体が知れないわけで、これがその喫茶店でトイレを貸してくれるのかどうかみたいな、いろんな迷いがあるんだけど、でも今すぐ横がその店だから、その店っていうか何だか分かんないところだから、一か八か一歩入ってみる手はあるなっていう。でもギャって言ったらすぐ出ちゃおうと思ってそうで話し込んだら、俺のケツから芸術が出ちゃった場合陳列するしなきゃならないことになっちゃうほんでそのですいません、ここ何ですか、だって分かんないけどすいません、ここギャラリーですかって聞いて、はいギャラリーですって言った後だと、なんか話し続けなきゃならない感じになっちゃうじゃん、マジか、ここ喫茶店ですけどやったと思って、でトイレはあ、それも俺必ずそれまあ小さいやつだなって多分一緒にいた構成渡辺も若手の大将さんにも思ってると思うんですけど、アイスコーヒー、あトイレ行っとこうかなって必ずなんかすごいかっこ悪くないですか、それこじゃれた喫茶店にいきなりトイレ行くの、アイスコーヒー、あじゃあトイレ行っとこうかな、うん、先俺トイレついでだから、せっかくだから、うん、いやいいかいいか、でも行く行かない行く行かない、トイレ行っとこうかなぐらいの余裕ある感じで、だって100m 歩くこと考えれば、このちょっとしたポーズは別にそんなにタイムロスとしては大したことないから、ね、でもうトイレのあるとこは分かってるから、これでじゃあやっぱ座って、いややっぱトイレ行っとこうかなぐらいの感じでトイレにゆっくり行く感じ、ゆっくり行ってドア開けたらすぐバタン、もういきなりバタンでズボンスルスルのプリプリでもう行ったろうと思ってるわけ、そしたらさトイレ開けたらさ床がびしょびしょなのよ、なんか
水洗いをなんていうの、そのタイルの上にいわゆるそのバケツの水をぶちまけて掃除するしたけど、別に最後にモップがけをしてませんみたいな、びっしょびしょなわけですよ、トイレの床が。台もあの洋式の便器が1個あって、でちょっと広めなんだけど下びっしゃびしゃなわけ。そんなの考えてない、そんなロスタイム考えてないから、そのズボンを下ろすんだけど、膝のところでまた思いっきりガバッて開けて、その膝ストッパーでどうにかすることで、その一つも手順なんか増やせない、もうこの、 あのロスタイムギリまでいっちゃってるから、全部脱いで一旦それを例えば畳むなり畳んで抱きかかえたままとか、頭の上に乗せたままとか、あの全部脱いパンツもズボンも脱いで一旦そのみんな食べてるところに戻って、悪いけどこれ持っててくれるっつって、いざチンコ出てますよ、うんっつって行く時間なんかないから、だから膝あっても捕まっちゃうし、あとあった場合にうんこしに来たって思われるし、それでそれ膝ストッパーでグッて広げてね、もうギリギリセーフっていう感じで、うん、びっくりするぐらい出た。ドカンドカーンドカ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 ーンって出て、これでよかった、俺これ絶対この感じだと、あ、AP マジって俺間に合わなかったな、って思ったら、ズボンがスルスルペタって地面に全部ついて、でその瞬間でもう人間なんかこう何もできないね、あーっていう多分感じで、周りの水もを多分吸い取ってんだろうね、俺のビッグジョンがすごい吸い取ってんだろうね。これトイレから出てきてさ、出てきたらもうそのちょうどケツのところがもうびっしょびしょなわけ、すごいいろいろ迷うんですよ、トイレから出るときにすごい迷うわけ、このびっしょびしょどうしようと思うから、全部びっしょびしょにしちゃう手ってあるよね、一つあの要するにツートンカラーになるからバレるから、全部びっしょびしょっていう手もあるよなとか、いろんなこと考えたんだけど、とりあえずはまあそのびっしょびしょ空間が割と何て言うの、裾じゃなくてケツの、ね、要するに裾の部分は止まってるんだよね、裏返るようにしてケツの部分が落ちてるから、ケツの部分がびっしょびしょだから、履いてあの T シャツをなるべくその上から、その何て言うの、ちょっと若奥様気分みたいな感じの。T シャツを下げる感じ、まあ、若奥様気分ちょっと間違えたかもしれない。イメージはほらなんかその、 あの不意に泊まってった彼女の着る服の代わりに自分のワイシャツを着せた彼氏みたいなイメージで言おうと思ったんだけど、経験ないのに言おうとすると描写ができない、でそれで出た言葉が若奥様気分っていう、もう全然意味の分かんないやつ、それで出てってさって座っちゃって、さって座ってアイスコーヒーをガブガブって飲んで、で、あのいろいろ話したいことがあるから出るからっつって、で俺のデリケートな感じっていうのはいろいろここでいろいろ言ってもなんだから表出てから話すからっつって、でアイスコーヒー飲み終わって表出て、今の下りを全部言った、なんかびしょびしょでこういう風になってこうなって、で相当俺の心は今へこんでると、ね、ものすごい悲しい、だってうんこ漏らしちゃうのより悲しいよ、うんこ漏らすみっともなさとね、みっともなさを回避したのに、だから回避したのにっていうのが一番悲しいじゃん、これでちょっと見てくれと、で後ろ向いたらびっしょびしょじゃん、したら路上で41の俺がだよ、2人組のブサイクな男に腹抱えて笑われてって言われて、もう悲しくて、それでそのしかもかみさんがその今日夕方帰るから夕方まで外で潰してるみたいな話になって、俺鍵も持ってなくて、夕方までケツビショビショまでなのに外いないやんなってさ、ビショビショなまま人のいないとこ人のいないとこ写真撮って
来たね。一周してまたサイゼリアの前に来たの。4時間ぐらい経ってるよね。その、写真祭を撮ってたのが1時間30分ぐらい、なんだかんだでうんこ我慢してる30分ぐらいで、で、悲しんでたのが2時間ぐらいでいて、その後また写真を再開してて4時間ぐらい経ってから、4時間ぐらい経ってサイゼリアの前通ったら、一緒にこうさっき一緒だってその見送ったはずのお天気のノリ、ゴー、エバトっていう3人組がさっきいた席にいるわけ。うわ長くいるなと思って、ちょっと冷やかしてやろう、やっとケツも乾いたしっていう乾いてきたしっていう理由で、それでこう近く行って行ったら、そいつの前のところにドリンクバーが3つだけあるわけ。3つあって飲んでるわけ。それであれお前見送る時1回出なかったって話をしたら、あの実は見送る時表出て、でその時大体のみんな帰ったんだけど、自分たちはまだちょっとそのネタ合わせとかをしたいから戻ったら、その時カバン持って一応表まで出たもんだから、でしかも会計は俺がしちゃってるから、一旦物が全部下げられちゃったんだけど、ドリンクバーの続き飲めませんかって話をしたらOK ですと、ね、そのまあ多分そのサイゼリアのバイトの人が改造だと思ったんじゃないの、ああいいですよ下げちゃってすいませんでしたみたいな感じでドリンクバーの続きを飲んでるって。あそうなんだ、お前それ気の毒がられて気使ってもらってんだと思うよ、だってお前1回だってあそこで会計してで、あのカバン置いてたんだよ、お前1回出てんだからさって話して、いやでもなんて言いながら、で俺たちも一旦そこ横座っちゃったから、3人でその店員さんにすいませんドリンクバー3つって言ったわけ。じゃその店員さんがすごい困った顔してるわけ。要は店員さんはえこいつらはあそのお天気は間5、6分だけど、こいつ4時間空いて俺たちも続きってことだって早合点したみたいで、ちょっと待ってください奥に戻っていって、で明らかに年のいってる店長なのかバイトの一番偉い人呼んできて、誠にすみませんがとね、ドリンクバーの料金を先ほどとは別にいただきたいんですけどっていう、そりゃそうだよどうかだってさ、それだったらそれがもし許されんならさ、その今度お天気が一旦表出てお風呂とか入って帰ってきてをやっていくと永久ドリンクバーできるわけだ、ずーっとドリンクに事欠かない暮らしをずーっとしていくことになるわけじゃん。だから当然だと思うんだけど、あの時のなんかこう切羽詰まった感じ、なんかこうドリンクバーに関するルールがまだ細かくできてねえから、生地この3人を認めちゃったから、この後から来た3人もそう言うんじゃねえかみたいな怯えた感じ、このやからがって多分思ったと思うんだけど、自分の方から俺はそういうところすごい偉いから6人分ちゃんと6杯分ねドリンクバーのお金を置いて帰ったけど、帰り道にやっぱあの3人も払わなくてもいいんじゃないかなと思いながらね、いやー真心ブラザーズ君でなけりゃいいな。そうそう、先週ちょっと言ってたその僕らの音楽っていう番組に、ミスチルの桜井さんにお招きいただいて行ってきました、行ってきましたよ。で収録場所が代官山、代官山何年ぶりだろう、まあ用がないね代官山コミック虎の穴代官山店でもあれは別だけど、そういうのないね。ほんでそのさ、またさその代官山のさ表通りじゃなくてさ、ちょっと路地入ったらさ、路地入ったさ古民家、あの辺にある古いお家をそのままこうちょっと改造したブティックみたいな、その一点物の多分なんか独立した一人のデザイナーさんが自分でこさえた服を売るみたいなブティックとかがいっぱいある。まあ用のない。おそらく二度とここに来ることはないなっていう。まして初めて来るし、そのもうなんかなんつうの、あまりに自分と無関係な記号って覚えらんないね。要するに
角にスタミナ太郎があったらわかるだけどその一点物のさ、その古い民家を改築したさ、ブティックは覚えらんないから、まあ角角にパンをちぎって置いては帰れるようにね。それでその行ってさ、でその代官山のまたそのまさにその一つですよ、古いお家を改築した、あれハウススタジオなのか、それこそそのイベントスペースなんかがそういうところで、まあその対談をするってことになったんだけど、話はすごい楽しかった。話はすごい楽しかったんだけど、テレビとして多分失敗したなと思うのは、最初から最後まで、ミスチルの桜井さんは、ラジオをめちゃめちゃ聞くと。お世辞だとしても嬉しいんだけど、わざわざツアーとかで聞けないところに行ったりする、それからあと聞けない時間だったりする時のために、これを録音する専用のそのアイテムを買うぐらい、その、聞いてくれてる。で、その録音したものを、必ず聞くぐらい好きだって言ってくれたんだけど、そのおかげで、なんつうのかな、俺よくさ、こうみんなに言われるみたいじゃ、テレビに出るときとラジオに出るときと別にそこで人格を変えてるつもりはもうすでにないんだけど、まあでも、テレビを見てる人に今ラジオで喋ってるような話、ね、サイゼリアのマイカのパプリカソースっていうメニューを知らない方が悪いみたいな。感じの喋りはしないし、でテレビでまあ見てる人はこういう認識なんだろうから、この延長線上の中でみたいなことになってくるから、当然なんつうの、それは変わるわな、そういう結果的に変わるから、わかりやすく言えばテレビではわりかし僕って言います自分のことで、ラジオではわりかしあちきね、もしくは肉会話っていう肉会話っていうね、イベリコはって自分のことを大体ね、イベリコイベリコっていう風に、もしくはワイヤって大体ね、番長日記風にまあ自分のことを大体言うようにしてますけど、なんかラジオの伊集院さんとを知っているっていう人とテレビで話すと、なんかどっちで話してるかわかんないし、なんかあのさ、よくさ、居酒屋の座敷屋があってさ、あのトイレ行くときにさ、一旦そのサンダルみたいのを履いてさ、そのお店の中の廊下を歩いて便所に行くと、便所下駄があるじゃん。で、その、便所の入り口のそのダスキンの足拭きマットのとこは便所下駄で乗るのか、その中移動する時のサンダルで乗るのか分かんなくなっちゃう時あるんじゃない、あの感じだね。あの感じで、なんかこう喋りたいことの100分の1ぐらいしか喋れなかったな。でもちょっと面白かったのは、まあ、テレビ見てる、それこそミスチルが好きですっていう人からしてみたら、まして僕らの音楽毎週楽しみにしてるんですっていう人には、まあ大変申し訳ない感じなんだけど、何の話だな、喋ってる時とか、その CE を作ってる時、曲を作ってる時の話をね、するじゃないですか。もう今考え、どう考えてもそこに共通点なんか見出す必要なんかないですよ。共通してないですもん、どう考えたって。だけど、こと細かに正確にこうずっと詩を書いていくことで、あまりにこう頭に浮かぶものが限定されたりすることは良くないみたいな話になって。で、俺も、その感じ、なるべくこと細かに話して頭の中に絵は浮かんでほしいけど、みんなそれぞれのものが浮かぶのがいいみたいな話をしてるうちに、俺は松の木におじやぶつけたみたいなブスって言葉が大好きだっていう話を、松の木におじやぶつけたみたいなブス、これは古典落語からの引用なんですけど、まあ松の木におじやをぶつけたようなブスっていう言葉から来る肌のテンションの低さ、それとゴツゴツした感じで、それは
同じ方向性だけど違うブスが顔、そのみんなの頭の中に浮かんでるっていうことが喋っててすごい楽しいと思うっていうわけ。で、お互い、その桜井さんはわかるわかるって言いながら、星空は思い浮かべてほしいけど星座を限定したくないっていうのね。それだよなんてお互い言ってんだけど、それじゃなかったな。いやなんかそれなんだけど、それなんだけど、それは僕らの音楽を多分ミスチル目当てに見てる人は、桜井さん目当てに見てる人は、お前入ってくんじゃねえよって思うよね。どうもスンズレスマスターだよね、俺どう考えたって。俺完全にあの代官山の路地を越えた子を担いだままへっこらせーのへっこらせーって入ってって、お前来んじゃねえよ、あどうもすんずれーってこけてビシャーってなってんなーって思って、なんかそのこれ不思議なもんでさ、どこをカットされてるか知んないよ、まあカット候補だと俺は思うんだけど、やっぱり俺の勝手なイメージだと僕らの音楽を見てる人は、その松の木におじやぶつけたようなブスって言葉はあんまオンエアしてほしくないような気がするんだよね。で、だからその時にちょっと、だすごい難しいと思うのはさ、そのラジオを聞いている、その、人には、わかる、わかってもらえると思って喋ってるからそれを喋っちゃうんだけど、でもその、それは放送されてるわけだから、テレビの向こうにいる人がいるじゃん。そのことが最初おろそかになったと思って、今度やばいって思ったら、今度喋りの方に、なんかこ、なんかこましゃぐれた表現論みたいな方行っちゃったりとかして、まあ最終的には死ねばいいんだけど、最終的にはもう帰りとぼとぼとぼと歩きながら、あ、こんなとこにパンが落っこってるので食べてるうちに迷子に。鳥じゃなくて水うぬがうぬがかいうぬが拾ったってわからなくなっちゃったんだ、それで。まあそんな、そんなこんなだけど、なんかでも、いい、あ、こう、なんかその、途中からお笑いに例えるのはやめようと思ったけど、あ、なんかそういうことなんだ、そういうことだったら、頑張れる気がするみたいなものはちょっともらったりとか。あと、あれは本屋されんのかな、急にだよ。あ、この人よく聞いてるなって思ったところは、もしかしたらこれは今リスナーの今聞いてる、その、あなたが、ね、その鼻メガネの君が、なんだ俺じゃねえんだみたいな今ね、早くもサンタさんの衣装で寝てる君が早いなお前今日の晩御飯がアザラシの生肝臓だった君がですよ僕と喋るときに、なんか聞きたい質問ありますかって言われたら、こう言うんじゃねえかなっていうような感じで、応援されんのかな、あのミスチルの桜井さんがこう自由な質問をこう、じゃあ僕ちょっと聞きたいことあるんですけどっつって死にたいと思うことありますかって言われて、そっから先のトークはオンエアされるかどうかよくわからない、ね、でもそんなこと聞くんだと思ったりとかして、で俺もそんなこと答えたりとかして、でまあほら全部言っちゃうとそれがそれでね、あのだどれぐらい綺麗になるもんなのかね、ね、あの僕らの音楽って本当にその時スタッフにも正直に言ったんであんま見たことないんだけど、スマップの人とかがなんかナレーションとかやってる、あれは回によるの違うかな、ナレーションみたいなの入ってない、たまに入ってるよね。俺がなんかたまたま見た時はスマップのワープロで出ない感じの草の跡がワープロで出ない感じの人がねやってたんだけど、多分解説しねえだろうな、その松の木におじやぶつけたような顔の話とかなんていうのをちょっと思ったりとかしながら、まあそのまあ日々死にたいと思ったり思わなかったりだね、それはね。ね、次行こう。月曜ジャンク。一瞬光る。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 メモです。あのね、ゲラゲラメモです。です。ゾー。ベラ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 。で、むしろ、体脂肪率 100% を目指してますから。
で、分かったんだけど、そうすると、やめろよ、やめろよ、顔コレクション10面記。あのいろんな顔を集めるコーナーです。まあお面がいっぱい飾ってある部屋、大金持ちの部屋、ね、そのいろんな、お面、こんな顔の面、こんな顔の面、あんな顔の面をみんなに、考えて送ってもらうコーナーです。土曜日にね、DVD の第2巻っていうか、まあ、2個ずつ入ってか3巻4巻は、まあ、DVD が、出来上がって、発売いつだっけ、発売が19日発売のやつが出来上がって、で、うちに来て、で、それをこう出てる、ホリプロの若手のお笑いのやつとかにもあげなきゃ、みたいなことを思って、そしたらたまたまこう、ちょっと調べたら、ホリプロの若手のライブが新宿のその明治安田生命ホールと昼からやってるっつって、これちょうどいいやと思って、そこに出てた今に安久とか白鳥とかがいるので持ってってやろうかなと思って、でたまにはそういう若手のその中からまた新たな人材を発掘したりだね、でしようかなと思って、だとほらアドバイスを求めてくる後輩もいるだろうから、アドバイスの一つもしてやんなきゃと、そもそもなんで俺はこんなにホリプロ内部の人間と交流がないのだろうと、まあ思いながら朝電車乗ってしたら、地下鉄でぼーっとしてて、新宿とか新宿三丁目とか新宿御苑前とかいろんなのあんじゃんか。で、その、どれなんだと思いながら行ったら、なんか間違って都庁前ってとこで降りちゃって。ほんとはその一個手前の新宿西口っていう新しいなんか駅があるんで、そこで降りたかったんだけど、その都庁前ってとこで降りちゃって。で、出たらちょっとトンチンカンなとこ出てるわけなんか。それで、あれ、明治安田生命ホールどっちだっけなと思いながらちょっと歩いてて、したら、東京ガスのショールームがあって、あ、こんなところに東京ガスのショールームあんだと思って。したら、ガスパッチョとかさ、ガスパッチョって、カルパッチョと多分かけてるんだろうけど、何の関係もねえなと思ったり。それから、あと、ああ、なんかその、ガスレンジってさ、いつの間にかこう企画ができてるからさ、外してこう入れ替えるだけで新しいガスレンジがつくから、いろんなガスレンジがあって、すげえな、こんなのあんだ、とか、思ったりとか。で、さらにはなんか、あんまりまだ人が来てない時間だったせいか、その、ガス、今すごい面白いこと思いついちゃった。あの人なんて言うんだろうと思ったんだけどさ、案内する人いるわけ、お姉さんが。そのショールームの案内する東京ガスのお姉さんがいるんだけど、これ今僕ガスガイドっていう面白い言葉をすごい考えたんだけど、あ、もう面白くないや。やめよう。やめよう、やめよう。それで、撤収です。撤収です、こんなものは。で、その若手の子が、若いその女の女性の東京ガスの人が、ベテランの東京ガスの女の人に対し、に、もうちょっとした、その、スチュワーデス、今なんていう、客室乗務員、なんかそういうやつみたいな、の講習みたいに、お客さんの手で、その先輩に、これからその一家に一台そのガスを使った発電機みたいなものをこう家の横に設置することで、で、その家の電気を賄った上にこれは実は電気代がすごい安くつくみたいなやつの説明をしたりとか、ミストサウナの説明をしてるっていう光景がなんか素敵だなと思って、で、それをずっとこう、まだたどたどしいガスの案内をこう聞いたりとかしてたら、ライブが終わってた。時の俺の顔。本当にね、あ、ライブ終わってるっていう。もうね、その代わりガスの床暖房、
なんだ、もうすでに建ってる家に後付けで付けられる、床暖房のことも聞いたし、それからあと、なんかガスので作るお菓子の教室みたいのもやってて、で、そのお菓子の教室にちょっと申し込んで、俺、3時からの部でお菓子作ろうかなと思ったんだけど、あれ俺何しに来たんだっけって、って思ったら、まあ正確に言うと終わったってか始まってたからいいやってなっちゃって。だから、自分ところの事務所の若手の、そのお笑いの出来に拍手するつもりだったけど、東京ガスの若手の女の子には、まあちゃんと、わかりやすかったですって言って、ちゃんと拍手はしてきて、可愛い子が多かったから来週も行こうっていう、それだけは思いましたけど、ね。さあそんな、顔のコーナーですけど。いきます。いろんな顔あるよ、なんかね。笑顔とか泣き顔とかそういう単純じゃない顔がいいのね。例えば、ペンネーム8番セカンド。明日提出期限のレポートを作成していたら、ソリティアを10連勝した時の顔です。これすごく似てます。僕のその、ガスパッチョの説明を受けてるうちに、ライブがもう、半分以上終わってた時の顔とすごく似てます。嫌じゃないです。なぜなら可愛かったから。なぜならソリティア10連勝ってなかなかできないから。ただ、あれっていうね。僕と違って明日どうしようがある分だけ相当、相当きつさも入ってますけどね。続きまして、ペンネームデカダンス。俺はもう生まれ変わるんだと決心し、少し遠めのコンビニにエロ本を捨てに行った帰り道。フリーハグのプレートを持った女の人を発見した時の顔。これ何かね。でも、フリーハグをしたからってエロじゃないよっていう、そういう顔だよね。多分エロい。そういうエロい顔だよね。そういうエロい顔だよね。フリーハグって本来別にエロいことじゃないじゃんっていう、思い込もうとしているエロい顔だよね。多分ね。それで、ハグっちゃった時の、顔、多分ハグっちゃった時の顔を女性の方から撮ってぐるっと回ってもうエロしかない顔もうな、綺麗だとかなんとかそういう全部なんかもうエロしかねえやっていうその顔いいですよね、でその顔をその顔してる瞬間をですよ石膏で固めるんですね、ペンネームラブワゴン横転。数年ぶりに会いに行った祖父母が実際には大学に6年いた挙句中退して親元でニート暮らしをしている俺のことを東京で就職して一人暮らしをしていると勝手に思い込んでいるらしく、仕事が落ち着いたらお嫁さんを探すんだよ、人生が楽しくなるよだの、東京は悪い人が多いから騙されないように気をつけるんだよだの、一人暮らしは栄養が偏るからこれでいいものを食べるんだよだの言いながら20万円も渡してきた時の顔笑顔がすげえあっけど、笑顔があっけど、なんだろう、何にも刺さってないけど痛い痛い痛いっていうちょっと痛みのやつあるよね。痛みのやつとごめんなさいもあるよね。なんかごめんなさいもあんな。でも俺は心が汚えのかな、ごめんなさいよりもやっぱ20万は相当このニヤニヤになっちゃうな。8割9割下手したらうーわてかラッキー顔だね。ラッキー顔になっちゃうけど、でもその成分の中に痛いっていう刺さるようなこう痛みの成分は入ってるね。わあ、これ見える、一番見えやすいところ、お部屋の一番見えやすいところに飾りたいな、この顔は。まあ、ペンネーム銀シャリ大臣。公衆便所の和式で台を催し、完璧に的を外した事実が判明した瞬間の、さてどうすると考えた時の顔。公衆便所で台するぐらいだから、さっきの俺みたいに相当急いでると思うんだよね。これ俺のさっきの顔にもちょっと似てるけどね。なんかズボンが落ちたのは分かったんだけど、キュリャンって上げない感じの時に、うわーどうしよう。で、こっちはもうちょっと上からだよね。被害が自分の身体に一切ないじゃん。ないから、さて、どうするべきかなっていう、ちょっとこう、なんだろうな、
重役っぽい感じちょっと上の感じにはなるね。ペンネーム五反田、税抜きで500円ごとにスタンプのたまるサービスのある地元のお店で、買い物をするためにレジへ。合計金額が1920円だったのですかさず近くにあった100円の商品を店員に渡し、合計が2020円になり、スタンプカードも店員に手渡した時、あ、これ税抜きだと2000円切るわ、スタンプ3つのままだと気づくも、同時に気づいたらしき店員がスタンプ欲しさにわざわざ2020円にした自分に気を使い、スタンプを4つ押してもらった時の自分の顔あ、嬉しいけどね、嬉しいけどね、なんかすごいそのとっさにやったことの後悔とかいろんないろんなことがこれ入ってんね。ペンネームギラギラ動画、長澤まさみとまるっきり同姓同名のドブスの自己紹介を聞いたバイト先の仲間の顔それでからかうほど子供じゃねえしとも思うけど、そりゃ確実に面白いとも思うよね。それとちょっとお気の毒にっていうのもあるよね。なんかその今でこそ今いい感じで旬をさ、その田中健さんが過ぎてるからいいけどさ、なんか田中健さんがさ、まあちょいとまた慶南をふきふき何かしでかした時とかにさ、めんどくせえもん俺、もう何万人に田中健です、じゃあ奥さんは小手川優子だって、もう何万も言われてね、何百人にも言われて、もうなんかどうしていいか分かんない顔してきたからね。で周りもそういう顔してた。ですね、ラジオネームチューヤン、親の仇と叫ぶブサイクなくのいちが鎖釜を振り回すと失敗し、自分の胸元を切ってしまう。胸がはだけた時に見えた乳首がかつてないほど綺麗だったのを見た俺の顔もったいないがもうあらららら、とあらららら、もったいない、綺麗、エロい、あー難しいな。あと殺さないでもあるよね、俺が手だれだったら別だけど、俺が狙われてるそのお殿様だったらね、死にたくないもあるよね、死にたくないは絶対あるよね、このドジドワイとかのちょっと笑いもあるしな。ペンネーム5時に府中、親に土下座して借金の連帯保証人を頼んでいる家族仲がすごく悪かった妹と、できちゃった婚した旦那の必死の泣き言を隣の部屋で聞きつつ、妹の子供をあやしている独身の姉の顔、いろいろ複雑すぎてどんな顔しているかわかんねえよどんな顔し、ど、まあよく言うどの面下げて頼みに来てんだの面が、まあその妹の面ですわな、妹と旦那のね。で家族仲悪かったから多分自分とも仲悪かったんだろうね。でまあ自分は姉で未だに親のすねをかじってる手前、まあでかいことも言えないけどっていうのと、赤ちゃんに対する複雑な思いね、そのいろんなものの混じった顔だね。そう、なんだろう、これ笑ってんでも泣いてんでも、服部くんの顔だね服部くんって笑ってんでも泣いてんでも怒ってんでもないじゃん、あの顔だね。ということでまだまだ顔のコレクションを広めたいと思うので、どんどん面白い顔を送ってください。うちのかみさんがね、あなたこれ飲んで、これ飲んでって、あなたこれ飲んでっつってね、なんかこうペットボトル、派手なペットボトルを出してきて、まあ毒なんだろうなと思って随分元気に毒を進める人だなと思って、まっすぐに進めてくる人だなっていう、俺はこいつのこういうとこが好きなんだっつってねで、まあ飲んでみたらね、これがまあさ、その毒だったらもっと飲み口を美味しくしてくれって、そうじゃないと飲めないじゃん、飲ん致死量まで飲めないですよ。いやこれはまあその新発売のお茶を買ったんだけどみたいことを言われて渡されて飲んだ一口ぐらい飲んであるやつ飲んだら、まあまずいんだよこれが。
すあのねあのね鉛筆の削りかすにお湯をかけて、一晩置いて絞ったやつの味あ絶対その味、それ以外の何物でもない味で、おいなんだよこれっつったら神さんがねえっていうのね、ねえもうまずいでしょ、びっくりしちゃってまずくてまずくて飲めねえからっていう、飲めないからさなんつって、妻よなぜそれをわしにとは思うけど飲まされてでもなんかその感じちょっとわかんだよね、なんかさすごいまずいのを自分だけでとか、あとまああと買ったものを捨てるもちょっとダメだしみたいんで飲まされて、んで嫁さんが一口ぐらい飲んで俺が一口ぐらい飲んで、でまだあのあれ300のペットボトルっつうのかな、ずんぐりむっくりのさ、いわゆるお茶の500のやつじゃなくてずんぐりむっくりのペットボトルあんじゃんか、ちっちゃいやつで、それで8割方残ってて、それが木曜だったかな、で野球行った時にみんな飲ませようと思ってみんなに一口ずつ飲めよっていう話して、それでうわ何これって感じみんなで、俺が鉛筆の削りかすに熱湯を注いで、でそれを後で一晩寝かして絞って飲んだ味だろうっつったら、その通りだとみんな、これそのとすごい、伊集院さんすごいと、これをたた例える言葉は他にないね、でなぜそれを私にっていう、みんなそういう感じで飲んで、でしたらさ、そうすると3人ぐらい、厚生渡辺が飲んで、あとクールズの森脇が飲んで、でそれからあとヒットマンの河野が飲んだぐらいで、あいつらさただでもらえるものをさいっぱいの一気にガブガブって飲むからさ、なくなっちゃった、それでなくなっちゃって、でそれをさ、まあその時神さんの車で行ったから神さんも一緒にいて5人ぐらいでさ、5人でなすごいなって話で、もう本当に鉛筆の削りかすの絞り汁じゃねえんだって、逆に言えばその商品名じゃねえんだっていうぐらいこの味だわまずいわっつって、そしたら不思議なもんでさ、周りの人も飲みたくなるね、あれね。周りのメンバーも、もうないんすか、もうないんすか、みたいな感じになるわけ。で、ほんで、その、今日も来てからそういうのがあったんだよっていう話をディレクターの、その池田とかに、そう、もうびっくりしたんだよ。その、鉛筆の削りかすの味すんだぜっていう話したら、まあ、池田が、まあ、飲みたいと。もうぜひ飲みたいと。うん。老婆の母乳かそれかどっちか飲みたいと。どっちかくれぐらいの感じになってるわけですよ。老婆の母乳か、バッタのを強く握った時の口から出る汁か、そのお茶が飲みたいっつって。もう聞かないんですよ。その3種類が絶対飲みたいっつって、もうね。でも、困ったことに、なんてやつかわかんないわけ。なんて名前のものかわからないわけ。でも、わかるのは300ミリのペットボトルだったことと、ペットボトルがピンク色系のペットボトルだったことと、多分表記が漢字の名前だったこと、ぐらいしか、あと鉛筆の削りかすの味がすることなの。で、しょうがないから、ペットボトル300ミリリットル、鉛筆の削りカスで引いてくれてたら出ねえんだよ、これは。何にも出ねえわけ。で、こういう時ってどうやればいいわけ？どうやれば、インターネットは大変便利になりましたよ。なりましたけど、どうやればいい？で、おそらく新発売だろうから、新発売とかいろんなものを入れてみるけど、全然出ないわけ。で、挙句の果ては、名だたる飲料メーカーのものを全部名前入れてみたつもりなんだけど、ないんだよね、一切ね。なんだろう、まあ、こういう時はナイツに聞けばヤホーで検索してくれるとは思うんですけど、あれどうやって調べればいいの？今ぐらいの特徴でもう飲ませたいわけ。とりあえずはその飲みたいっていうことを後悔するまで、まあ、ディレクターの池田はあんなこと言ったわけだから2リットルは飲ませたいわけ。もうね、ぐいぐい飲ませたいわけ。もしくはあのティーでティーパーティーがしたいわけ、みんなで。どんよりとした気持ちになってほしいわけ。あの一口であんだけどんよりするんだろうって、他のその草野球のとこにいた仲間も俺にも飲まして俺にも飲ましてって言ったよね。あれ全員で飲みたいんだよね。なんだろう、あと特徴何かな。なんかそれで神さんに
どこで買ったんだっつったら覚えてないっつうわけ。自販機で買ったと思うけど覚えてない。で買って車カバンの中に入れてて忘れてて、それであったってこれどっかで買ったなってんだけ覚えたら飲んだらすごいまずくて、これはこれ以上飲んだらもう体が危ねえんじゃねえかと思うぐらいまずかったんで、あなたにねなんて言ってるわけ。でそうしたらじゃあその最近のお前の行動半径はどうだった、これが多岐にわたってて分かんないわけよ。だからその都内で買い物もしてる、であとは千葉のアウトレットも行った、でさらには神戸に旅行に行って帰り京都に寄ってまた東京帰ってきてっていう、その3日間ぐらいのスケジュールの中のどっかで買ってるっていうわけで、もコカ・コーラ、ペプシコーラ、キリン、アサヒ、サントリー、それから伊藤園、あの辺全部ホームページ見て商品情報見たんだけどないんだよね。ピンク色だったよね。ピンク色で漢字の表記なんだよね。なんか漢字がやたら書いてあるやつで、俺ね、俺の記憶に間違いなければいわゆるウーロン茶とかじゃなくて紅茶だったと思うんだよね。なんとか紅茶だと思うんだけど、あれどうにか手に入んない。リプトンも行ったけどないんだよね。すごくまずいでも引いたんだけど、ねえ、あんまり公式ホームページにすごくまずいって載せないだろうから当たらないんだよな。あ、どうやって調べたら、検索名人の人はどういう風にあれ当てていくんだろうか。なんかもし分かる人がいたら、あ、それうちの商品ですなんですよ。でもね、意外に分かんないもんだなと思うのがね、これだけ言っても来る可能性あんだと思うのは、前にさ、なんかこうちょっとしたお酒のつまみみたいなものにたのにさ、すげえさ厳選素材みたいなこと言ってるからさ、なんかこう王室御用達とか言ってんじゃねえぞみたいな、ワンカップに合うようなつまみなのにさみたいなことを言ってたらさ、そこが紹介してくださってありがとうございますって送ってきた時があってさ、すごい恐縮な感じの、俺そんなにいい方向で言ったっけこれみたいな、そういうね、今年も食ってますけど、豆乳鍋の汁なんかは美味しいって言ってるけど、あの時は多分聞いた人分かると思うんだけど、ニュアンスとしてはうめえけど調子乗ってんじゃねえぞみたいなニュアンスだったじゃんか。あれ送られてきた時にみんなに、どういう経緯でこういうのは来るんだろうっつって、みんな頭をひねって、まあうめえけどみたいなことになったじゃないですか。今回のこの商品でそれはうちのに違いありませんと送ってきたら、お前は営業センスがゼロだぞおそらく。じゃあちょっと一回曲挟みます。フランプールでオーバーザレイン光の橋。絶対見逃せ。週間に放送予定のテレビ番組の中から、これは絶対見逃せというですね、おすすめない番組をですね、伊集院さんが個人的にですよ、個人的におすすめない番組をですね紹介してですね、あえてみんなで見るとでいて、感想を送ってもらって、みんなでなんだろう、苦しいことを一緒に乗り越えようというそういうコーナーなんですけど、今回、絶対見逃せ指定番組が恋するハニカミね、曜日が水曜日かな、金曜日の夜11時から、今回はですね武田真治先生と、ね、それから、ロンドンブーツの田村亮先生と吉川ひなのちゃんがですねバイクで箱根にツーリングに行くというですね、もう魅惑の30分。私の正直な感想はですね、江戸春美ほど江戸春美物語はまだこうツッコミどころがいっぱいあったんですけど、なんつったらいいんだろうね、何も引っかからないまま進んでくる、どんどんずっと進んでいくわけ。だって30分番組でいろいろこう CM 抜いたりとか前後の枠付け抜いたりしていくと多分正味20分ぐらいだと思うんですよ。正味20分ぐらいなのに、なんかこう
バイクが走ってる無音の映像にイージューライダーかなんかの BGM が流れてる、なんつうのロードムービーテイストの感じの仕上げてるシーンが3分ぐらいあるわけ。何をどうしろっつんだこれと思うわけで、まあ、あとこっから読む感想にすごく同意できるとこはあるんですけども、2時間江戸晴海物語を見るよりは全然辛くないんだけど、逆に辛い部分は何でもないっていうね。多分俺瞳孔が開いてたと思うんだよね、30分間バッチリね。その中で、多数の意見、そして僕の意見と合ってるのが、ペンネーム年収5万円頑張ってみました、吉川ひなのすげえ、イザムとの結婚が完全になかったことになってます。すごいんだよ、吉川ひなの大師匠の結婚観の話になった時の妙な緊張感というか、男性陣二人のビクビク感が伝わってきて、そこは楽しめました。あのね、まさかと思ったんだけど、吉川ひなのからその田村亮君に結婚生活ってどうって振るわけ。ほいで子供がいてこうよこうのこうのなんだよって振るのに対して、そりゃさ、ところでってなるじゃん。それに関しては、もし来たらぶっ殺すからっていう感じで、で、それを今度横にずれんだよね。武田真治に理想の結婚って何って言ったら、みんなに祝福してもらう結婚がいいですって言って、何その下からの感じって、いや、今までいろいろ、女性と付き合ったこともあるけど、なんかこう人から隠れるようにして、みたいな、はは、ショムニの、あれの話みたいな、そういう感じのまた緊張感があるけど、そこで、おい、それはショムニのかみたいのはないまま、写真集が出ますなんつってね、吉川ひなの。その感じですよね。やっぱペンネームもう予想さんが、ペンネームマロンワッフルさんが、吉川ひなのはイザムとの結婚を完全になしにしようとしていましたっていうのと、あとね、最初にこう、俺あの番組をずっと見てないからわかんねえんだけど、オープニングで、久本雅美大先生と、黒真珠夫人ことですね。すごい懐かしい。オスロの中島智子さんが二人でこう、今日のそのハニカミはみたいなことを言って説明するんです。それも1分ぐらいだよね。で、それだけでもスタジオには戻ってこないスタジオ部分っていうのがあるのね。それの意味が全然わかんないんだよ。なんでこれついてんのみたいな。なんでこれ、この部分いらなくねみたいなやつがついてんだよね。君はブレイクのスタジオ部分と同じぐらいいらないよね、あれね。で、ペンネームイエティさん。録画の番組にもかかわらず、露天風呂に入る前に大雨が降った時には、俺の思いが届いたと感じました。もう予想さんが初めて番組見たんですが、もうそもそも二人の存在理由が、スタジオの二人の存在理由がわからないと。ペンネームスモールワンダー、吉川ひなのってハクション大魔王のツボみてえな顔してんなと見入ってるうちに、あっという間に番組が終わり、びっくりしました。ペンネームスモールワンダーさんからいい感想ですね。三人ともチンコがでかそうだなと思いました。僕はそれは思いました。武田真治君はどうかな、わかんないけど、りょうくんとひなのちゃんは、うわ、チンコでかそうだなっていう感じすごいしましたね。そうですね。あとこれ多いです。他多数ペンネーム島耕作くんからですね、イザムを見直しましたっていう、出てないんですけど、それすごいわかります。イザムを見直しましたね。それからですね、ペンネームのひのひさん、次は玉袋筋太郎さん、井筒監督、なぎら健一さんの3人が下町の飲み屋を回るハニカミプランをやってほしいと思います。お前タモリクラブじゃねえか、これハニカミプランとかじゃねえよ、普通のタモリクラブだよ。ラジオネーム猫の島、番組本番前に見せられた南海キャンディーズしずちゃんの私美人ですわの CM で、すでにお腹がいっぱいになってしまいましたねえ。ペンネーム電波少年の偽物みたいな番組さんから、武田真治のみ何の宣伝もなかったのが若干気になりました。そう、論文のりょうくんはイベント告知、
あの、田村良一座みたいなイベント告知。吉川ひなのさんは、まあ、僕はもう100冊予約しようと思ってますけど、写真集の告知。そうなんだよね。武田真治さんだけなかったんです。それも、不思議だなって思ったんだけど、最後ガテンが言ったのは、あれってさ、論文の良さんが引き連れて二人をこう連れてく企画になってるじゃんか。二人を、なってるじゃんかって見た前提じゃダメだよ。なってるんですよ。論文の亮さんがツーリング行こうぜって言って、武田真治君がバイクで来て、で、ひなのちゃんがバイクで来て、みんなで行こうって企画なんだけど、よくよく考えたら、論文の亮君は借り物のバイクなんですよ。番組が用意したバイク。で、吉川ひなのちゃんも昔同じの乗ってたけど、売っちゃってって言ったんで、なんか金に困ったことでもあったのかと思ったんですけど、で、それと同じバイクを、その、また用意してるわけです。武田真治君だけは春に買ってまだ遠出してないんですっていう自分のハーレーで来てたじゃん。っていう、で、ホリプロ制作じゃん。だから武田真治ありきの番組なんじゃないか、あれ。武田真治のバイクをフューチャーするのに、告知もあってバイクも乗れる人を探していく。でいて、格が、この場、あの番組に合わなくない人を探していくと、ああいう感じになっていくのかなと思いながら。うん、なんか謎が解けて別にスッキリもしない。謎が解けたっていうだけのことはありましたね。で、来週からですね、ちょっと趣旨を変えます。指定番組を言います。みんなで見ましょう。そして、褒めることを義務づけます。それは自分にも義務づけますんで、褒めることを義務づけられますんで。で、そういう番組なんですけど、今回ですね、いいもの見つけましたよ。まあ、ガールズトーク路線でまずグータンヌーボっていうのを見たんですけど、グータンヌーボが、19日水曜日の夜やってて、人気モデル、マスワカ翼が結婚子育てを語ると。それと、同じく人気モデルの森キミコの恋愛感が赤裸々にって書いてあるんですけど、その二人とも僕一切存じ上げないっていうか、最近のガールズトーク系にありがちな、なんかわかんねえけど、そのモデルっていうのは、そのテレビにおいての実績として、なんかメジャーリーグ経験みたいなところまで上がってんなっていう、俺からしてみたらお前誰だよっていう、いや、先月頃あの JJ 見てないんですかみたいな、見てねえよみたいな感じの、俺が知ってるのは藤井里奈さんぐらいで、藤井里奈さんは僕の中で大メジャーですよ最近。急にすごい人なんだっていう感じになってますけど、知らないですからね、と思ったんですけど、これを超えるあの番組がありました。明日です、明日の夜中です。限定品コラボネーゼ2、これ TBS、 いやフジテレビ系列で限定品コラボネーゼ2。これどういう番組かというとですね、僕でチラッとだけ見たことあるんですけど、これね、芸能人とか有名人と、その、テレビショッピングみたいなのがコラボをして限定品を作って、それを売るみたいな番組なんです。それを作るまでの苦労とか、そういうのを取り上げる番組で、一応ホームページを見ると、司会がアナウンサーさんで、コメンテーターみたいにマリエ、鈴木紗理奈、あと、西武の大友の元神さん、この3人がこの3人が出てて、で今回はそのゲストっていうか、そのコラボネーゼ、コラボネレーションする有名人が神田うのさんという、まあ、神田うのさんはですね、この間歌うまい選手権をちらっと見たら審査員席にいらっしゃってですね、肩書きが女優になってました。そのあたりからもう褒めどころがいっぱいあると。もともと神田うのさんって言えばね、お笑いの、お笑いの人、ハマカーンのお姉さんで出てきてね、それで、なんだかんだ紆余曲折あった、あんな感じですけども、このね、限定品コラボネーゼ2を見て褒めどころを探すことでですね、僕らは何か一つ禊ができるんじゃないかっていう、何か今まで吹いてきた悪行雑言の一つが許されるんじゃないかっていう気がしたので、ぜひ、1時38分、火曜日の夜中1時38分、フジテレビ、何でも神田うのさんが限定品のシルバーアクセサリーを作るらしいですから、やべえ、買っちゃう可能性あるわ、俺。限定が300個だったら俺300個買っちゃう可能性あるわ。
下手したら500個っつって俺電話で500個っつって無理ですって言ったらじゃあいいですって言う可能性あるわうわまあそういうことでですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力、絶対見逃せのほかにまでお待ちしております。伊集院光深夜のバカ力デブとドブスがコンブリオ「オッターバコンブリオ」のオープニングテーマ曲にもなっております。これ曲名なんて言うんでしたっけ。なんかクラシックなんですよね、これね。なんかこの幻想的なこのクラシックに乗せてですね、デブとドブスの数々のシーンを紹介することで、この後オッターバコンブリオのオープニングを聞いた時に、デブと、ドブスが頭の中で、フラッシュバックするというですね、そういう、大変ですね、素敵なコーナーです、コンブリオのスタッフからですねいろいろありがとうというそのいろいろに何がこもってるか分かりませんけどいろいろありがとうというですねメッセージを、ディレクターの池田がもらってですね目を見ることができなかったという ペンネーム銀シャリ大臣。愛さんさんを絶唱するドブス。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女。自宅でうなぎを一からさばくドブス。いいじゃねえかよ。いいすげえじゃねえかよ。目打ちからだぞお前。目打ちコンコンコンって目打ちからだぞ。しかも目打ちをしちゃうってことはある程度専用のまな板まで持ってるってことだぞ。愛さんさんも歌っていいじゃねえかよ。ラジオネームローユン。ハーブティーを飲んで舌をやけどしているドブス。ラジオネームあなたの肉野菜。目をつむって斜め上を見上げてチュッパチャプスを舐めるドブス。ちょっと絵にしたいちょっと絵にしてみんな絵にして目をつぶって斜め上を見上げて目は開いてないんですよ斜め上を見上げて顎でしゃぐる感じですよねそしてチュッパチャプスを舐めるドブス味わってんなおい味わってるわラジオネーム花より大名。ハマった穴から抜け出すのを諦めたデブ。しかも2分でね早いよもうちょっと出ようとしようよ2分でいったもう無理かなと思って何に対するフェイントなのか分かんないけど2分で1回諦めた感じになってからいくギュッて出ようとして痛いもういいと思ってペンネーム年収5万。パフュームの踊りを少しだけ真似てみたデブ。ちょっとカクカクしてみたんだろうね繰り返すのところちょっとカクカク喉チョップをしながら歌ってみたんだろうねそしてね、ペンネームゲオルグ。
ガストでミネストローネが補充されるまで動かないデブコーラとミネストローネ行きたいんだけど二度手間になるから二度手間になるからとりあえず剣を決め込んでると見たねあとガストで、ドリンクバーの近くの席を指定するデブね俺だよねすごい俺もうドリンクバーの近くでいいやと思うのよ。あといいな、もうデブ百景としてはさ、すごいこうドリンクバーでコーラをなみなみ注いだせいで、すごいよちよち歩きになってるデブってとこすごいそーっと、お前何からくり名作かみたいなそういう感じの2回行けよか2杯取れよなんだけど。もうこの全てを俺で写真集にしたいわ。次ドブス、ラジオネーム玉のたぬき。深い霧の中をさまようドブス音と相まってんな。深い霧の中をさまようドブスですよ。しかもパジャマで。あー今日オッターバコンブリオのオープニングで深い霧の中をパジャマでさまようドブスを頭に思い浮かべてほしいな。ていうかオッターバコンブリオ始まったところでうとうとし始めちゃって、深い霧の中にいる自分から物語始まって遠くからブスがスーッと出てきてほしいな。スーッてラジオネームノットチェリー渡辺くん。上地くんは2年前から注目してたけど人気になったからもういいというドブスなんだよもういいってよ。ペンネームペラーリ。アロマキャンドルにうっとりしすぎ鼻毛を焼いちまってのたうち回るドブスうわっつって、うわっうわっつってほしいな。さあ、なんかよくわかんないんだけど、俺のイメージね、ヴィーナス誕生みたいなさ、あのシャコガイみたいのがパカって開いた形の中に、あのアルミのアロマキャンドルを置いて火つけるタイプのやつを近くでこうやってクンクン嗅いでたら、大きく吸った時に炎がもうたなびいて鼻がジジっていくじゃん。でうわーって投げるじゃん。で投げたやつがどっか行くことですごい、今火ついてるわけじゃん。それね、ジタバタしてほしい。すごいカーテンの付近にドタバタ行ってほしいね。すげーなー。ラジオネーム友達以上変人未満。一人マリオパーティーをするデブ。ペンネーム貫く棒のごときもの。長靴を履いたデブ。ペンネーム日本シリーズのトイプードル。ハセキョウになったらやりたいことたくさんあるんだと真顔のドブスなんでつ。ペンネーム青。はしごを使わずプールから出ようとして出られないデブ。これ悔しいんだよ。すげえあれ、俺は悔しいんだよあれ。お前ら面白いだろ。悔しいんだよ。あのね、思った以上に手が来てんの。あの思った以上に手が来てて、なんつうのかな、あの思った以上に海パンが水にまとわりついてんだよね。それでグーって行くんだけど、グーって俺出れそうじゃんと思うんだけど、
浮力の支えが終わるじゃん、出ようとするということは。それで戻っちゃうんでね。で3回ぐらいやったりとか、あと ひどい時にはもうべったり上半身をプールサイドにつけてよじるように表に出てたりとかするでしょう。笑え笑えお前らみんな。ペンネーム年収5万、思わずガムを飲み込んでしまいびっくり顔のデブ。ラジオネーム略して地下中、街で似顔絵屋さんをマウントポジションでオーダーするドブス。そうじゃねえんだろうな、そうじゃねえんだよ、そうじゃねえんだよ。鼻の横のイボは描かなくていいんだよ。描かなくて何ちゃんと陰影つけて描いてんの、その鼻の横のイボを。ラジオネーム血わき肉踊らない、ベスパに乗るドブス。これはちょっと友達になれる感じですね。仲良くしてもらいたいな俺。俺さ自分で思い当たるのが結構あんだよね。ラジオネームガリューのチャパ、やたら細い道を通りたがるデブ。なんかねギリなことが楽しくなってくるんだよね俺の中で。ギリじゃんこれって思うと。ペンネームケメコ、アッキーナと偶然お揃いなのと奇妙なちょんちょりんを頭につけるブス。お前のちょんちょりん勝ちだよ、もうちょんちょりん勝ち。お前のちょんちょりん大勝利、お前勝利へのちょんちょりん、お前のアッキーナと偶然お揃いなの、ちょっと偶然お揃いなのと奇妙なちょんちょりんを頭につけているブス。ペンネームスカスカット、挨拶がんちゃのドブス。ペンネーム5時に府中、プリクラの機械を蹴りまくって店員に連れて行かれるブス。ペンネームダブルフランクリン、酔った時だけゴリラのモノマネを見せてくれるドブス。あーおいこいつすげえ仲良くして酔った時だけなんだよね、酔った時だけゴリラのモノマネ見せてくれるんで、これがまあ見事。ラジオネームお餅博士、大切なことは目には見えないと教えてくれたドブス。悟り切ったやついいんだよな。俺中3の時に堀田さんでそういう人だったんだよな。俺未だに尊敬してる人の名前の中にいるもん、堀田さんってね。悟り切ったドブスだった。もう中学校にして。おこちょごっこ、田んぼにはまって翔ちゃん翔ちゃんと叫び続けるデブ。助けてやってくれよ翔ちゃん、翔ちゃん翔ちゃん翔ちゃん、びっくりして大人呼び行っちゃったから。ラジオネーム友達以上現人未満、エア待ち合わせをするドブス。こんなもんかな。じゃあですね、最後ラジオネーム白雪姫と七人の悪魔超人、壁に貼った自作のスローガン、ダイエット成功のための5つのあ、焦らず諦めず相手にせず甘く見ず後回しにせずに目もくれず豚足をむさぼり食うデブ。うまいこと作ったのにね。
いいよこの5つの泡、5つの泡相当いいけどね。でももうなんかもうわざと見えない角度にこうまず座るとこから始めるからね、食べるときにね。あなたの心にはどのデブ、どのドブスが残りましたか。僕はね、アロマキャンドルかな。アロマキャンドルにうっとりして鼻毛燃やしちゃって乗った打ち回って、もう立ちます、乗った打ち回った上でアロマキャンドルを、火の消えてないであろう、完全に消えてないだろうアロマキャンドルを自宅で噴出する、自室で噴出するドブスを思い出してね、オッタワコンブリオに臨んでください。みかんあげるからやらして、やらして、ビーってなる笛のラムネあげるからやらして、やらして、やらして、うまい棒の袋についた粉あげるから、ビッグポイントカードあげるから、あげるから、あげるから、やらして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 、もういい加減にして。うわ、こうやって噛み締めてみるとさ、穴にはまって2分で諦めるデブもちょっといいんだよね。で、これね、俺すごい迷うのは、絵を浮かべたいじゃないですか。穴は、それいわゆる地面の穴なのか、俺は壁の、そのブロック塀とかに開いてる穴を通ろうとして、行くも戻るも完全にできなくなって、の感じなんだけどね。それで、しかも、それが、こう、なんつってんのかな。高さが、腰から上ぐらいの高さにある穴に入って向こうに抜けようと思ったら抜かなくなっちゃったから、諦めると、くたってした感じってわかる？干した布団みたいに、干した布団みたいにする感じの、2分間経って諦めて、一旦諦めたんだけど、これじゃいけないと思って、一回また出ようとするんだけど、やっぱダメだって思って。とりあえずだよね。それで、こうしばらく待ってても、そんなに人通りない道だから、これやべえぞと思ったら、見覚えのある鍵があって、翔ちゃん！翔ちゃん！翔ちゃん誰だよ、わかんねえけど。翔一？翔二？わかんねえけど。いい絵だなぁ。俺、そろそろデブに生まれてよかったと思う。ずいぶんかかったな、もう41年かよ。ファックスね、いっぱいさっきのね、その、お茶のファックス来てんだけど、どれも違うっていうか、いわゆるこう、有名メーカーのこれじゃないですかみたいなの来るんだけど、その有名なメーカーは、ほとんどそのホームページをチェックしたんですよ。で、そうね。例えば、朝日とかが超有名メーカーだとするならば、サンガリアとか、ああいうとこも全部ポッカとかも見たけど、ないんだよね。だいたいその、ピンクのそのずんぐりむっくりタイプのペットボトルっていうものが一切ないんだよね。どこ行ってもね。うわー、誰か飲んでねえかな。もう、だから、絶対飲んでる人がいないんだよ、これ。飲んでたら、絶対俺の言った鉛筆の削りカスを、ネットを通した味だから。100%。だって、そんなものって、鉛筆の削りカスにネット入れた人しかないでしょ、それか。その、街灯のやつしかないと思うんだよね。だから、となると、うわ、これ今日、まあ、ちょっとフリートークでしようかと思ったんだけど、と抜けちゃって、俺、神さんのご両親と旅行に行きましてね。神さん一緒に。関西方面なのかな？そこで買ってる、俺またしかも途中までしか一緒じゃないの。離婚したんで、離婚してるの。一日目だけ一緒で泊まってすぐ帰っちゃったから、そこで買ったとすると、なんか、東京じゃなくて関西なら有名なメーカーとか、関西限定とか、特に茶とかありそうじゃんか。なのかな？うわー、人に飲ませたい。別に俺全然飲みたくないけど、二度と飲みたくないけど、すごい、もう、だから、もしそれが手に入んなら、池田に5本でしょ？ AD の中山に10本ね。あと、岡部さんに15本。ミキサーの。どんどんご贈答していきたい所存だからね。すげえなー。まあ、ちょっと頑張って探してみようとは
思ってますけどね。え、あのいろいろそのこういう当て方だったらどうでしょうみたいなのも来てるんですけど、いや当たんないんだよね。なんか一個ずつ増やしてったりとか一個ずつ減らしてったりとかするんだ。いろんな組み合わせで 300ml 新発売とかピンクペットボトルとか入れてんだけど、あと鉛筆削りのカスとか鉛筆スペース削りのスペースカスとかね、鉛筆削りのカスだけで入れても鉛筆削りのカス .com しか出ねえし、それがその鉛筆削りのカス味のお茶でこうやって引いても出るのは鉛筆削りの、カス味のお茶販売株式会社。おそこだろそれ、どうやってもそれ出ないしね。ちゅうことで、コーナーイノシンさん。その日本語を教えるコーナーです。麻生さんに未曾有未曾有っていうコーナーです。ね、未曾有をさ、俺もすごい言葉間違えるからさ、未曾有をさ、未曾有ってさ、言い間違えたっていいじゃんって思うんだけどさ、でもさ、頻繁をさ煩雑って間違えちゃうとさ、それは読んでて意味が分かってないってことだよね。それはまずいよね、絶対ね。そう思うんだよね。そうそう、ニュアンスで読んでるってことになってくるから、ちょっとイノシンさんに近いよね、そうなっちゃうとね。別段その漢字が読めなくたって全然それは問題ないと思うんだけど、誰かが書いた誰もチェックしてない原稿を書いた人と自分と違う意味で読んでることになっちゃうじゃんか。だって煩雑に往復するのと頻繁に往復するのって、まあ煩雑に往復するは多分ないんだけど、でもどっちかっていうとしょっちゅう雑に行ってるってことになっちゃうもんね、煩雑に往復するだとね。すげえ俺社会派。じゃあなんでスーパーモーニングをやめるの。いきます。ペンネームおこじょごっこ。キッチンタイマー、キッチンタイマー、台所で使う調理時間などを知らせるタイマー。時間をセットするとセットされた時間にタイマーから電子音が鳴るものが多い。幸せな家庭のごく普通の専業主婦が、その単調で刺激のない暮らしゆえ好奇心から入手したマリファナを家事の途中などに吸引し始め、やがて薬物依存に陥ってしまうこと。キッチンドランカーのタイマー版、キッチンタイマーね。なんかすごくさもありなんなんですけど、まあ残念なことに嘘なんですよね。そこだけが、このコーナーね、そこだけが残念なんですよね。ペンネームスキスキス。オッターバコンブリオ。TBS ラジオでジャンクの後に放送される音楽番組、リスナーからのリクエストメールとクラシック音楽で構成されているオッターバコンブリオね。東北、北陸地方の漁師が寒ブリの群れを見つけた時に使う言葉。オッターバコンブリオ。確かに何か寒ブリがいたなっていう感じはする。確かに寒ブリが、なんかだから、あんじゃ、なんか、ちゃんと字で書くとこうじゃねえんだけど、そう聞こえるっていう、高田久美のウイダーの CM の最後のさ、OL は小腹すくねっていうさ、何言ってんだか分かんなくね。よく聞いてみたら OL は小腹すくねっつってんだけどさ、なんかこうその感じ。オッターバコンブリオはまあなんかカンブリがおったから、そろそろがんなんかこう例えば網を用意しろよみたいなことで言ってんだろうけど、書き言葉じゃない完全な喋り言葉だから音でしかないじゃん。もうそうなっちゃうと誰も書き下したことがないものだから、こういう感じのまま伝わってる。ペンネーム残り試合全勝したら巨人優勝も、残り試合ないんだけど、ダルメシアン。クロアチアのダルマチア地方原産の犬、ディズニーの101匹ワンちゃんに登場する犬種でおなじみ。こんだけのことを覚えたのにすぐ嘘を教えるのもすごいけどね。ダルメシアン。
無駄飯ぐらいをかっこよく言った言葉、かっこよく、かっこよく言うことがない。俺ダルメシアンだからみたいな感じのことはない。ダルメシアン。だから極つぶしをすごいかっこよく言えばいいんだね。多分ね。あのダルメシアン。続いて。ペンネーム、アスナキルーキー、デラロサ。今年入団した中日ドラゴンズの助っ人外国人選手、ポジションは内野、成績は93試合に出場して、2割4分3厘、ホームラン7本、デラロサ。東海地方の山間部の祭事、祭りごと、デラロサ、デラロサ。で、これも多分ね、なんかあんだよ、意味がね、多分ね。だけど、まあそうなんだよね。デラロサ、ヤッショーマカショーだって別にもともと意味なんかあるんだろうけど、別に伝わってないですから。デラロッサと声をかけながら練り歩くことにより厄を払う。デラロッサ。デラロッサの季節だね、なんつってね。みんなデラロッサ、デラロッサ言うんだね。ペンネーム、モルダウ。TKO。ボクシングでレフリーやドクターが試合続行不可能と判断し、試合を止める形で勝利すること。最近は同名のお笑いコンビがバラエティ番組で大活躍している TKO。イノシンさん。小室哲也の今の状態。テクニカルノックアウトね。TKO ね。そうですね。これくだらねえな。本名 OK。これ加藤智弘なのかな。これなんて読むんだろう。本名 OK。じゃあ、加藤茶ということにします。ゴーゴン。ゴーゴン。ギリシャ神話に登場する女の魔物。髪の毛の代わりに頭から生きた蛇が生えている。ね、ゴーゴン。合コンの岩手なまり。合コン行こうか。合コン。戦艦ポチョムキン。陳述書。陳述書。裁判で当事者や関係者の言い分などをまとめた書類、証拠として使われるため本人の署名やハンコが押してある。陳述書。江戸時代に書かれた変わった朱印の方法を集めた方だけどさ、朱印が多分陳述だと思うんだよね。変わったんだっちゃうとまた違うよね。陳述書ね、変わったらともう一個陳がつくか変がつくかするはずだから、嘘なのに、はずだからだって。はずだからじゃねえ。はずだからの意味がわかんねえ。ということで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から、イノシンさんの係までお待ちしております。伊集院光る深夜のバカ字から。これだわ、ファックス来ました。もうああいう表現をした以上は当たったんです、これですとはもう言えないんですけどそれぐらいのことは僕も分かってますよ。もうあのスタートした以上はまあもう正解は言えなくはなってるんですけど、多分これだわ。これ今ちょっと2人から来たやつがあって、どうやったらこれ、1人の人は自分が飲んでまずかったんで覚えてるっていう人です。でこれはわかります、記憶だから。もう一人の人はなんかネットのページを当ててるから、どうやったらこれ、この人すごい検索名人だよね。だどう考えたってどの語句が当たってくんだろう。だって今この俺が今見てるページの中にはその鉛筆の削りカスの味で絶品とかそういうことは書かれてないので、どうやって当てるんだろう。へー、これちょっと買おうぜ。これ 2,3 ケース買ってみんなでルネッサーンケロ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 ってやろうぜみんなで、ね、うわなんかある悪い意味でのルネッサンス来たわみたいな、
へえ、ピンク色のね、このボトルでした、間違いなく。ちょっとみんなのアンケートを取って、みんなに嫌な思いをさせるために僕買ってみたいと思いますわ。で、あと、お知らせっちゃお知らせで、最後の最後でちょっとすいませんけど、私の番組の DVD、のボリューム2が、19日に出ます。私驚かされてるんですけど、定価っていうか参考価格っていうのか、こういう時は7980円なんですね。ね、多少高いと思うかもしれませんが、アマゾンは発売前に予約すると 26% オフの5905円なんですね。で、配送料も無料なんだよ。別にアマゾンの宣伝するわけじゃないんだけど、いつも驚かされんだよね、これにね。よかったら見てください、お願いします。